マシャリザードだね。うわ、すごいね。他のない立場のね。なるほど。お、ピーチ選択ですか。来ましたね。あ、では左側キー選手ピーチに対して右側コメ選手がシルクとね。まあ、なんか言い間違えたかな、大丈夫かな。見ていきましょう。シルクです。さあ、お互い様子見ですね。開幕シルクを持っているので差し込みが本当に早いんですよね。途中の空中エネル本当に意識したいと見えないです。ここは質が切れてザンに変わったところ、ここで火力を稼いでいきたいが、ジャストシールドをしっかり狙っている。やはりこの空中攻撃の発生の遅さというところをしっかりとついていくキー選手ですね。見てからジャストシールドしやすいっていうところがシルクの弱点という感じになりますね。さあ DA で差し返してキー選手、ここから火力を取っていくか。縦コンボを拒否していくコメ。さあ再びザンを選択。ピーチが浮遊している間はなかなかシュルクの差し込みも拒否しづらそうですね。安易に浮遊するとすぐに切られちゃいそうで。さあ質を持っている。さあここはしっかり引いて差し返していきます。工夫した怖いんですが、しっかりと当たらないフレーム見越して上がっている。激に変えて、さあここは一旦ザンに戻す。堅実にダメージを稼いで劇以外のモナドでも撃墜できるようにしていく、そういった展開ですね。さあ上 B しっかりダメまで出すことで崖上の相手を切り裂いていきます。さあ室に変更。ここから崖外出して復帰阻止の展開なども熱いキャラクターですが、ここはしっかりと空中後ろへ外へ出して盾を選ばせた。さあこの段階で盾を使い切ってしまうと、ここからしばらく撃墜拒否をしなければならない。コメ上投げから、さあこのショーの威圧をかけていきますね。そして激、これは当たってしまう。いやー、すごく安定たっぷりなんですよ。最後ギリギリのところで当てていきましたね。若干距離を見誤ったか。さあなんとか一発当てたいが、ここは冬を生かしてしっかり時間を使っているが、空中後ろ駆け上がりにしっかり差し込んでいった。さあここはやはり堅実にダメージを稼いでいった結果が出たと。私、おお、さあ盾でなんとか逃れましたが 43%、 非常に大きなダメージ掴んで下投げ空中後ろ 69%。 下強しっかり相手の差し込みを拒否している。さあここは掴んで前投げ外へ出してカブ、これを避けている。さあ回避で降りるところ最後まで見ています。エアスラッシュはね、そうですね、本当に見る目が凄まじくて。さあこれ上スマッシュ、いや上様もあれ当たるともう危ないですもんね。さあうまい空中上で浮かしてコンボ。さああっという間に追いついた。さあ空中後ろへ外へ出してイノシの展開は逆に差し返している。差し返しシュルク以外行ったのですね。本当に見えないですからなんかめくって空中への当てている。めくりながら登って、ここは空中前当たってしまった。はい、空空前お見事が逆に空中後ろ差し返して、縦は選択ミスか。激を選択前投げ、まだ撃墜にはならず。さあ一旦激を収め崖上がりを借りたい展開。しかしキー選手も危険な前には入らず様子を見ている。安定上投げからの空中上、これはしっかりと避けて空前 DA の展開継続を狙っていく。踏んで空下打ちか。エアスラッシュ暴れは止まらず、さあ激を選択。しかしここは飛ばされてしまい、ショーに耐えざるを得ない展開。さあ撃墜が遠い局面、空中前差しに行きたい展開。逆にゆっくり見てエアスラッシュ差し込んでいった。最後まで我慢しました。本当に強いですね、ガン系のエアスラッシュ。外に向けて飛ばしていくというところですよね。さあ空中ニュートラルからバンに切り替え、まだあるのかこのシルク。20ぐらい食らってましたよね。DA クマへ、さあ一気にダメージ追いついて、まだあるのかこの米シルク、それともキーピーチのこのクマへ。怖くて空中後ろも非常に飛ぶエアスラッシュ。そうだ、実の DA が速い。さあショーで最後まで見て、
圧力かけていきますね。マーク前、これは激痛。相手の飛び上がりにしっかりと合わせていく空前ですね。レクトルも結構左側に傾けていたような飛び方でしたね。そうですよね。多分米選手としても相手が飛んだのを見て下がりたいと。そうですね。後ろに入力したところに空前させてきたと。この一瞬の駆け引きがスマブラならではですね。ベクトル変更という。そうですよね。下がってるところに食らったらそれは外側になりますもんね。おかげにはないところですね。さあステージ戦場に変わっております。さあそしてキャラクターは変わらずいっていきましょう。さあ変わらず開幕はお互い様子を見ていく流れになりますね。やはり質の時に下手にシェアを出したくない。最強ですか。そうですね。本当あれに差し合いでは勝てないので、あの質の質はさらに武器ですからね。ここはキーピーチしっかり落ち着いて見ていくと。さあ縦でコンボを拒否していくが、さあ本当硬直も短くなるので当てられてから反撃も早いんですよね。さあそして再び質。さあどんどん浮かせて、さあもう撃を選択しているが、これは何か当てたかったがパラソルに引っかかる。身が上手いですね。そうですね。本当に当てづらい。さあこれは空して危なかったが、逆に掴んでダメージを取るザン。さあ DA で浮かせて、さあ再び質を選択した米。 T 選手はあまり付き合いたくないか。それで外に出されてっていうこともね。さあジャンプが高い。さあそしてこれはクースタ狙っていたか。いやほんと吹っ切るとか多彩です。読めない。さあその曲がり通してステージに戻ってきた米。空中前、先ほどからこの空中前非常に冴えている。さあおそらくそうですね、これ何食らっても大体変えてこれるんで、やはりこのバースト拒否能力他のキャラにはないところか。ああ今のどれが正解だったのかって感じですよね。さああの一瞬で攻撃上がりって分からんなあの一瞬で攻撃上がりを選択できる人はほぼほぼいないでしょうね。さあ撃を拒否している。冬をうまく使ってゆっくりと試合を運んでいる木。さあ着地通して空中後ろ通していくが、まだ撃墜に至らない。さあ掴みをお互い透かして空下その場回避に刺さる。さあ縦逆にしんどいか。いやここはしっかり上がってきた。ショーで上から復帰したところに空中へ合わせてますね。さあエアスラッシュ、この位置からではまだ撃墜には至らない。あっとこれは完璧な撃のタイミング。さあしかし空中前刺さってしまい 106% 空したあたり最終弾は漏れてしまう。だがしかしこの差は非常に大きい。追いつくことができるのか。ダウンを拒否して株を投げてくるキーピーチ。さあショーを選択している。非常に速い。投げたものに追いつくタオパイパイですね。さあしかし空中しろ。さあシットで外へ出して展開を取っていく。どんどんと当てているがダメージは低い。そうですね。チビが積もれば山となります。さあしかし空中前ピーチ側も非常に火力が高い。あちょっとこれね片方マイク小さいんですよね。あなるほどなるほど。あですよ。あ了解です。はい。さあ劇を持っている。さあここは劇を使い切って、さあ走る。しかし外へ出てしまった。このまま室でエアスラッシュ変えてきた。さあ米選手としてはこれ以上の被弾は避けたい。だが撃墜もしなければならない。空中へ当ててショーを選択。さあ縦軸の動きが非常に速くなる。さあ吹っ飛ばす。この宣言通り
飛ばしていくことができるのか。しかしそれを嘲笑うかのようにこの冬を生かして反対側、ね、さあ投げてももう撃はない。さあエアスラッシュ何度も何度も狙っていく。広い距離。いやこれはさすがに一発見たら帰りたくなる、そういったところに差し込んでいきました。冬ももう時間の限界来てましたからね、帰らないといけないタイミングでした。もしかしたら一発目のエアスラッシュはただのおとりだったのかもしれない。なるほど。さあそして盾を選択、撃墜拒否をしている。さあピーチの空中城非常に飛ぶが盾では撃墜にはならない。さあショーを選択、ターン継続の鬼。さあどこまで行くのか、これまだわからないですね。そうですね、ここでダンの火力を生かしてダメージ稼いでいきたい。エアスラッシュしっかりディレイをかけているが上がっているのに、後ろ側にいるのに空中城が当たる。という最低空空母見逃さない KPC、 お見事でした。そうマイクに関してはね申し訳ないですね。